幕末三州三の大幕末の三州は、幕末から明治時代初期にかけて活躍した幕臣である、勝海州、山岡哲州、高橋泥州の三名の総称。関営寺で禁親中の徳川義信は護衛していた、高橋泥州に、強順の意を伝えてほしいと述べる。高橋は遊撃隊の隊長を務めており、江戸を離れることができなかった。高橋は代わりに、 規定で生体頭の山岡哲太郎を徳川義信へ推薦する。山岡は徳川義信から直々に死者として命じられ、3月9日、義信の意を対して寸府まで進撃していた大宗徳府に赴くこととなった。よく山岡は、勝海舟の死者と説明されているが、徳川義信直々に命じられた死者である。山岡は、西郷を知らなかったこともあり、 まず陸軍総裁、勝海舟の屋敷を訪問する。勝ちは山岡とは初対面だったが、山岡の人物を認める。山岡と増光は駿府の大相特府へ急行し、火山に西郷流星の宿泊する旅館に乗り込み、西郷との面談を求めた。西後は山岡の真摯な態度に感じ入り、交渉に応じた。慶応4年3月9日、山岡は、 西郷隆盛と駿府で交渉、江戸城会場の基本条件について合意を取り付けることに成功した。すでに、江戸城進撃の予定は3月15日と決定していたが、ここで初めて統制軍から徳川家へ改戦回避に向けた条件提示がなされたのである。その後、勝が西郷と会談、同年4月11日、江戸城は無欠解除されることとなる。 江戸を、戦火から救った勝ち、山岡、高橋の名前にいずれも、船がつくことから、この三人を、幕末の三州と称した。なお、上記三名に、木村海州もしくは田辺連州を加え、幕末の四船とすることもある。ありがとうございます。